マルクは、スペインアンダルシア州マラガ県マラガ生まれ、名古屋市天白区出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、中日ドラゴンズ所属。父は、ベルギー出身の料理人で、母は日本出身であり、父が、スペイン在住時に誕生、その後生後3ヶ月で、日本に移住した。名古屋市立島田小学校、名古屋市立久方中学校を経て、 東方高等学校に進学した。小学生時代は、南式の名古屋対ラバリ、HBC 少年野球クラブ、中学でも、やはり南式野球チーム名古屋 HBC クラブに、所属した。東方高校時代の2年秋には、丸山大輔から、背番号1を次エースとして活躍した。しかし直後の2年冬に投球フォームがわからなくなる、イップス状態に陥った。 三年の春夏も二桁ではあるが、背番号はもらったものの、登板機会はなかった。2014年4月から、留国大学社会学部社会学科へ入学し、公式野球部へ入部。未だ一スの影響はあったが、テニスラケットを振るトレーニングなどで徐々に調子を取り戻していった。同年秋に、リーグ戦初登板を果たし、2年となった2015年の、 春のリーグ戦では7試合に登板し、1勝1敗、防御率2.32という成績を残した。しかしその後は、怪我により、登板機会が激減し、4年となった2017年は、背番号14番をつけたが、秋のリーグ戦に2試合登板したのみであった。また、この4年の秋には、その独特なフォームから、違反投球を指摘されることもあった。 10月26日の育成ドラフト会議において、中日ドラゴンズから2位で育成指名を受けた。その後11月6日には、セタキャンパスで中田宗夫スカウト部長から指名挨拶を受け、支度金200万円、年俸300万円で仮契約を結び、11月27日の中日ドラゴンズ2017年度新入団選手発表会で、 背番号は209と発表された。2018年は2軍公式戦は登板なしに終わった。2019年は2軍公式戦初登板を経験し、シーズンで18試合、22と2、3イニングに登板し、0勝1敗、防御率1.99の成績を残した。2020年、同年から登録名をマルクに変更した。九月十三日、 この日まで、ウエスタンリーグで、リリーフとして20試合に登板し、防御率2.29の高成績を残していたことが、評価され、支配下選手登録された。背番号は82に変更となった。10月10日の読売ジャイアンツ戦でプロ初登板を、果たし、1回を1失点という内容だった。オフに、背番号を53に変更した。でグラブを大きく上げて、 跳ねるように投げる。腕の出所の見えづらいフォームが特徴。請求力とクイック投法に課題がある。ありがとうございます。